はい、どうも、メンヘロおじさんです。まあ、今日、3本朝動画入れてですね、夕方、どうしようかなと思ったんですけども、東大でですね、言うたら、まあ、試験会場なのかな、まあ、言うたら東大で、3人の方が、死傷される。まあ、まだ亡くなってはないかな。言うたら、まあ、そういう切りつけみたいなのがあって、3人運ばれたというニュースがあってですね、本当にもう、会われた方と本当に面識がなかった。みたいですね。言うたら切りつけた犯人の子も受験生で、勉強がうまくいかなくて、むちゃくちゃにしてやろうと思ったという、もう本当に身勝手、極まりない理由で、しかも、何かしら恨みがあったわけではなく、たまたまいた、無関係の3人を、言うたら、まあ、切りつけて、で、いうようなところで、重症の方もまだいらっしゃるということなので、本当に、お悔やみ申し上げるとともにですね、本当になんとか、助かってもらいたいなというところでございます。で、一応、情報がちょっと錯綜しているみたいなんですけども、そうやって切りつけられた3名に対しては、追試なのかな、まあ、言うたら匿名、特例でなんかこうやってあげた方がいいんじゃないかみたいな話もあったりとか、していると。で、まあ、もちろん、その、被害に遭われた方も、そうなんですけれども、やっぱその現場、付近にいた子たちからしたらですね、とてもそのまともに試験受け入れるような状況じゃないというか、まあ、騒然としているので、まあ、騒然としている中でも、ベストを尽くすしかない、状況ではありますけども、そこはもうなんとか、乗り切ってもらわないとというか、乗り切るしかないんだろうなと、多分、そこのところは、なんですかね、特例措置とか取らないと思うんで、点数どうのこうのも多分しないと思うんで、本当に、まあ、なんて日になんてことがあったんだというところなんですけども、まあ、やらないといけないことはやるというスタンスでですね、まあ今日、明日も多分あると思うので、頑張ってもらえればなというふうに思ってます。そういう意味では、今受けてる子も、明日があるってなったらですね、言うたら情報が入ってくることによって、またなんかいろんな、ことを考えてしまうことによって試験に集中できなかったりとかですね、すると思うんで、本当にもうさっさと寝てしまった方がいいかもしれないですね。答え合わせなんか、まあ当然、その日にすることなんてもうしなくていいですし、明日のことだけ考えて、過ごしていただければと思ってます。で、まあこれも、まあ無敵の人、と言われてて、言うたら、後に、言うたら、何の、こう、言うたら、まあ言うたら、学生であることを除けば、もう多分退学でしょうし、学生じゃないフリーター、まあ別にフリーターが悪いとは言わないですけども、その、言うたら、責任も何も取らなくてもいいよ。まあもちろん親が、関わってくるかもしれないですけども、まあこんなことした子供はやっぱり追い出すでしょうし、というようなところもあるから、まあ、ね、言うたら、責任が取れない、人、というところでですね、まあ、大阪のあの、精神科の、まあ、他殺事件もですね、思うんですけども、あれも無敵の人ですよね、というところで、なんかまあ、そういう無敵の人を抑えるためにどうしたらいいかみたいなセーフティーネットも、もちろん必要ではあるけども、己自身を、律することもまあ必要なんじゃないかな。不特定多数の人に切りつけたりするなんてもう、意味がわからないですし、で、不特定多数の人を傷つけるというのは意味がわからないと。で、まあまあ、そうなんですけれども、まあ、例えばまあ、進路相談であったりとか、まあまあ、大阪の人に関してはもう残高ゼロだったらしいんですよね。だから、そういった意味でも生活保護の申請もしたけども追い払われたっていうようなケースがあったりするんで、そういったところの、なんていうんですかね、まあ、セーフティーネット的なものを、もう少し、見直す必要があるんじゃないかと。いうふうに思ったりもしてます。もちろん、そもそも切りつけたりとか、他殺とかっていうのはもうあってはならないことだけれども、なんかこうやって見てると、本当になんか噴火した人たちだけしか見えてなくて、実はその潜在的に何かしようっていう人たちは、大勢いるんじゃないかっていうふうにも思ったりするんですね。
で、まあ、おじさんだって多分その潜在予備軍とみなされても全然おかしくない、ようなもんですし、で、まあ、そういう人たちに必要なのって、生活保護を受けられる環境であったりとか、あるいは、なんですか、悩みを聞くって言ったら、まあ、ちょっと過剰なのかもしれないですよ。この国の、そういう、配慮が過剰なのか、あるいは、まあ、足りてないのかっていうのはよくわからないですけども、まあ、言うたら、そういう、苦しんでる人たち、それは、まあ、生活保護を受ける受けないのラインで苦しんでる人たちには、門戸を広く開けてあげるとか、あるいはですね、まあ、学生で、悩んでいるんであれば、まあ、スクールカウンセラーの人に全部押し付けるのもどうかと思いますけども、そういう、まあ、言うたら、受験で悩みがあってっていうようなところを、まあ、拾ってあげるような機会、あるいは、その子が悩んでたのは、実は、大学入試で悩んでたというよりも、就職活動の時に学歴が必要だから大学院進学に悩んでたっていう可能性もあるので、そういう、言うたら、まあ、就職のところでですね、きちんと就職の大手に行かなければいけないっていうような風潮を、あるいは、自分が就きたい仕事に就けないっていうようなところを、まあ、少し、こう、和らげるというとあれですけども、なんかまあ、まあ、それは得て増えてもあるし、なんて言うんですかね、得て増えてもあり、本人の努力もあり、っていうところで、それ全てが全てうまくいくっていうのは、まあ、不可能ですけれども、不可能だからといって、言うたらこういう無敵の人を生み出してですね、事件がボコボコ起こるようになっても困るので、そこはまあ、なんて言うんですかね、まあ、必要な措置としてですね、まあ、必要悪なのか必要措置なのか、そこもよくわからないです。どう言っていいかわからないですけども、社会で100人いたら100人が一生懸命頑張って、一生懸命努力をして、自分の目的に向かって行ってるというだけではないっていうことは多分、おじさんのチャンネルを見てる人たちなんかもよくわかると思うんですよ。まあ、たまたまおじさんのチャンネル見てる人って、言うたら、まあ、まあまあ、こういう小規模のチャンネルに行き着く人たちっていうのは多分ネットリテラシーが高いであるとか、あるいは、まあ言うたら、興味を持っているものが似たようなものなのかとか、あるいはまあ、うつ的なものを、まあ、もう持ってる方とか、いろいろいらっしゃると思うんですけども、そうして多分、IT のリテラシーが高い方が多いような気がします。IT のIT のリテラシーなのか、IT を使う環境に結構馴染んでる方が、こう来てですね、いろいろもうお話ししていただいたりとか、まあ、あるいは、まあ、こういう形のチャンネルだけじゃちょっと満足できひんからって言って、お会いしたりとか、まあ、言うたらものの交流とか、させてもらってるんですけども、まあ、そういう方ばかりではないですし、で、本当になんか、まあ、塞ぎ込んでですね、引きこもってる子もいるでしょうし、でそういったところをですね、言うたらまあ、救い上げる。別に救い上げなくても何もしないっていう方もいらっしゃると思うので、別にそういう方は、ええんですけど、そうであったとしてもですね、そういう無敵の人を減らす、努力っていうのはしていかないといけないのかなというふうには思いました。これ、なんていうんですかね。まあ、政策的なもので、そういう風な形にですね、持っていかないと、多分、主体的にこう動けるような人たちばかりではないと思うんです。おじさんも結構主体的なの、方なのかな？わかんないですけど、僕は別に主体的がどうのこうのっていうのは、自分のことなのであんまりわかってないんですけど、どうやら結構主体的、みたいでですね、いろいろ、まあ言うたら会社は会社で全然行けてなくてですね、これが主体的なのかどうかもよくわからんのですけども、まあ少なくとも YouTube に顔出しして、ベラ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 500本以上上げてるようなやつはですね、主体的だそうです。主体的だというような人たちではないのでですね、そこをどういうふうにフォローしていくかということをきちんと考えていかないと、ちょっと無敵の人が増殖しすぎるとマジやばいなというふうに思います。もちろん無敵の人でも危害を加えない人だっていると思うんですけども、こういう事件がクローズアップされることで、やっぱり そういうところに近い人っていうのは、やっぱりなんか、危ないよねというようなことになってですね、かえってなんか、こう救い上げ
える、言うたら支援をしているような NGO、NPO か。NPO だったり、そういうところもですね、風当たりが強くなって、救える人も救えへんみたいな状況になるかもな、というふうに思った次第でございます。そういったことで、まあ、言うたら、この、今回の東大の事件、とですね、あと、まあ、言うたら、大阪の、精神科の事件、まあ、同じではないですけども、まあ、近しい時に、ポコポコポコと、こう、言うたら、無差別に何かをするっていうことが、ちょっと、従前って言ったらあれですね、まあ、前に比べたら、明らかに数多くなってるなっていうふうに思って、まあ、それについてですね、紐付けながら、まあ、なんかいい政策とか、あればな、というふうに思った次第でございます。はい。別に特に会はないですけども、まあ、とにかく、まあ、言うたら、その、主体的に動く人ばかりではないということと、そういうことってなかなか気づきにくいところで、どういう形で、声を拾って、で、その人たちが、きちんと、言うたら、まあ、まあ、生活保護を受けるなり、カウンセリングを受けるなりっていうのはいろいろあると思うんですけれども、まあ、正直なところ、多分、おじさん含めですね、まあ、そういう人たちであっても、無敵の人になって暴れなければとりあえずいいと思うんですよ。まずは。そういうことが起こらないように、それにはどうしたらいいかっていうのを考えると同時に、その人たちはその人たちで、言うたら、もう何の気力もない、何もやる気がないとか、あるいはもう人生終わってると思っている人たちの中でも、何かしら、立ち上がる努力はしてもらいながらもですね、支えっていうのがいるんじゃねえかな、というふうに思いました。はい。というような動画でございます。すいません。脈絡のない動画ですけれども、まあ、そういうふうに、今回の事件とですね、まあ、以前の事件を、見てる中でですね、思ったことをお話しさせていただきました。以上です。